こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。バラードをやっていて、皆さんがよく落ちりがちな、3連のフィルをするっていう話を前にしたと思うんですけど、バラードのフィルは基本こうなので、この3連の時に皆さん大体そうなんです。左手やめちゃうんですよ。どうですか？やっぱ音ピュッて急に止まっちゃいませんか？で、特にみんなこうなりがちなのは、こんな感じで結構音量を叩いちゃうんですけど、これはもう左手がずっと回ってれば、今までの音量の中にちょっと抑揚をつくぐらいの音量にしないと、こういう感じにしないと、叩くときに皆さんそのスイッシュをやめちゃうから、これがポイントなんじゃないかなっていうことが一つ。もう一点はですね、売店なんですけど、バラードをやってるときに売店に行く、3、はい、1、もう完全にこれだと倍のテンポに行っちゃうじゃないですか。で、これだとちょっとあからさまなので、中間をやりたい。要はこの8の字をこうで、両手で僕もやるんですけど、ちょっと難しいんで、右手だけでもこの1、2、こことここでこする、ここでこうやってこする、1円、2円、3円、4円、1円。そうするとこうやってタップしない感じがするので、で足も1、2、1、2に対して1、売店に、足もろとも売店に行ったりしてもいいし、そしたらもうこの中間的な売店が使えるとかなりいいんじゃないかな。そしたらこのままさっきやったみたいに、こう右手これでやでみたいなね。もうハイタンもほとんど死んじゃってる。要はこの左手をスイッシュを止めないで、っていうようなのもできるというか。だからまずはこの擦る感じで、なんかちょうど対照的になると、両方8の字だけど、もう右手だけ8の字でも全然いいですよって感じですね。で、足のフィールはそのままで売店に行けるっていうことですね。この2つを使えるとかなりバラードも、うまくなるんじゃないかな。だからこう右手でこういうことやってても、もう左手をやめないと何でもできるじゃないですか。これがずっとあるから、これをみんなやめちゃうから、なんか急にそこが何もなくなっちゃった感じになるっていうかね、そういう感じになるんだと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか、吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。